皆さんこんにちは。今日はですね、前回 YouTube で、紹介をさせていただいた、大阪の泉大津というところにある、お肉の直売所、これが今現在どうなったかっていう話をさせていただきたいなと思います。この塩さんの YouTube で、塩さんがまず紹介をしてくれました。なんとですね、これが木曜日だったと思うんですね。木曜日、そしたらその日1日ですよ、1日で1万回回ったそうなんですよ。で、塩さん史上3回目の奇跡だそうですね、この1日で1万回っていうのは。で、僕は直近見たらもう6万回ぐらい回ってるんですね。すごいこう、なんて言うんでしょうね、皆さんに見ていただいてる番組になったと思います。そしてその次の日からまず客数がですね、不思議です、3割伸びたんです。金曜日、土曜日、日曜日、3割伸びました。手応え感じました。あ、 YouTube ここまで力あるんだな。もともと17日の月曜日、大阪にありますヨンチャン TV っていうのがあるんですね。地元のローカルなんですけども、4チャンネルでやってる夕方の4時から6時までの番組です。で、ここでですね、夕方の5時半から15分生放送で、このお肉の直売所を紹介していただいたんです。紹介していただいて、6時に番組終わります。終わる時に、先着50名様に、ステーキ、黒毛和牛のリブロースステーキが980円でいうふうなアナウンスをして、プレゼント企画ですね、でさせていただきました。なんと6時5分に売り切れです。すごいなと思いました。まあ、その日から YouTube に今度は重ねるようにテレビがありました。結果としてですね、なんと始まる前3倍ですよ。もうびっくりなんてもんじゃないですね。この3倍というのはですね、私たちもまさかテレビでここまで、そして、まあ、効果があったとして、まあ、3日4日あるいは1週間分かりますよ。もうとんでもないです。もう半月以上経ってるでしょ。もう半月以上経ってます。今の状態でもまだこれが継続してます。さらに先週は過去最高の売上高にもなりました。びっくりします、このマスコミの力。この SNS、YouTube 含めてですね、僕は改めてこの力を見直しました。すごいなというように思いました。ぜひですね、この飲食店、もちろん飲食店に限らずですね、やはり皆さんみんなやっぱり SNS だとは思ってるんですよね。僕もそうだとは思ってます。ただなかなかこれというものがね、はっきりしない、そんな中で、試行錯誤しながら、それぞれやっているんではないかなというふうに思います。インフルエンサーだなんだかんだっていうのが、今たくさんありますね、有料の。でも僕はやっぱりこういうのってね、やっぱ効果ないんだと思うんですよ。もう効果ないんだと思いますね。今回塩さんにやっていただいたのも、本当にプライベートでやった動画が1万回回ってるんです。で、今はもう6万回近く回ってる。 でも一方でこれ、もしインフルエンサーみたいな形にしてしまったらどうなんだろうかなっていうことも考えなければいけませんね。これはね、なんでかっていうとですね、私たちが渋谷のお店ですね、ベブ屋の渋谷店というのがあるんです。食べ放題のね、このお店がですね、今まで本当にお客様に来ていただかなくて、来ていただけなくて、苦戦をして撤退したいけども撤退できない、これは何でかっていうと、賃貸借契約の問題で撤退するには、この先契約満了まで、まあ、10年間の契約なんですけど、満了までの賃料を一括で納めなきゃいけないっていう条項が書いてあるんです。撤退してきてもできなくて、で苦戦して、じゃあ食べ放題で和牛の食べ放題持ってこようかってことで食べ放題やってみて、そしてその時にですね、それでもね、食べ放題にしたらじゃあ急に良かったかって、そんなことないんですけど、スタートダメだったんです。それでもダメだったんです。ただそんな時に TikTok で何万人何十万人というフォロワーを持ってる方がたまたまプライベートで来ていただいたらしい。
で、その方がプライベートで投稿してくれました。プライベートでしょ、私たち何も知らないんですよ。知らなかったのはですね、その日の夜からずっと予約の電話が鳴りっぱなしなんです。何があったんだろうですね、何があったんだろう、何があったんだろうって調べてみたら、その日にその TikTok の有名な方がプライベートで流してくる。それを見て予約後の電話が鳴り止まないんです、その翌日から。すごいことですよね。もうこの状態が2年です。2年経ってます。今何すごいです、予約なかなか取れない。もちろん自分たちの努力もあります。さっき言ったように本物の和牛出してこうね、美味しい和牛出そうね、でこの値段でこんなの食べ放題でいいのっていうぐらい、この価値イコール価格分の品質、これをどん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 上げてこうよ、こんな努力もしました。ただそのきっかけは TikTok なんです。ただですね、これがもう一つある。で他にもまだ私たちデブ屋っていう店を別に2店持ってたんですね、やってたんです。今一つ盛り上がらなかったんです。ですから、その TikTok の方に頼もうよということで頼みました。同じテイストで出してもらいました。全く反応ないです、全く反応ない。で、片やこっちは有料です、片やプライベートです。この違いですよね。まあこれはあの視聴する方には分かるようになってますね、 PR 動画なのかどうか。で PR 動画ってなった瞬間にお客様の胸にはどこまで響くのかなっていうのもあります。まあもちろん響く部分はあるんですよ、反応ゼロじゃないんです。ただやはりあの非常に厳しかったのは事実ですね。ですから僕もこれからもですね、本当に自分たちが努力しながら本物、そしてそれ以上の価値を伝えるんではなくて、その自分たちがやってる本当の姿を伝えられるようなものを考えて実行に移していく、それ以上のことをやってしまうと嘘になりますからね。これは必ず次にはつながりません。そしてもう一つは、決して PR という形でこの SNS を使おうと思うとなかなか思うようにはいかないんではないかなと思います。で一方で、今度はじゃあ自分でね、自分たちでインスタあげます、何あげます、これすごい大事です、すごい大事なんだけど爆発力はなかなかないと思います。ただこれはまさに継続こそ力なり、これに尽きるんではないかなというように思います。 SNS は掛け算で、あるいは自上三上でこの情報が拡散されていくというのも事実です。そんなことから自分たちの強み、自分たちの良さ、本物をしっかりと伝えていく努力、これをしっかりとしていくことはこれから先間違いない事実だと思います。それも紙媒体ではないのも事実です。もうチラシ等ではなかなか効果が上がるのが、スピードが遅くなってきました。ただもちろんね、立地によってはこういうことも大事なんですよ。立地によってはこういうことも大事です。例えば住宅立地で、主客層が、ファミリーだったり、こういったところに SNS、もちろんこれも並行してやればいいんです。ただこういうところへのポスティングなんかも大事だと思います。ただ一方でやはり、数の力というものであれば、やはりこの SNS の有効活用、これをいかに行っていくのか。そしてお金はかけられないですよね。私たちもそうだったんですけど、今回のテレビもですね、それこそもうね、全国ネットで500点あるとか600点あるんだったら、でテレビのコマーシャル打てます。しかしそうじゃない我々はテレビコマーシャルが打てるわけがないんですね。そうするといかにこうパブリシティでこう取り上げていただいて、それを正しく伝えていただくのか。その代わり正しく伝わった暁にはとんでもない世界が待ってるというのが、このマスコミであったりメディアであったり SNS の世界なのかなというように思っております。なかなかね、これは相手あってのことなんで、自分たちがどう思ってもなかなかうまくいかないことが多いんですけども、ただそんなことを意識しながら、ぜひこの SNS の活用およびメディアとの関係、このあたりを作られていくことを大事にされた方がいいんではないかなというように思っております。泉大津、今のところ絶好調です。ありがとうございます。店内の仕組みをご案内しているこちらの動画もぜひご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。桑原社長へのご相談ご質問がございましたら、お気軽にコメント欄にご記入ください。
またこんな話を聞きたい、そんなご希望がございましたらお気軽に声をかけてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。